悪魔羊と黒い猫を続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きですね。もう案の定で、まあ、予想通りフィンレイ様とルカスさんの作戦通りっていう感じになりましたね。まあこれ確かに宮地先生聞いたらブチギレもんだよね。花からお前はラト君を犠牲にしようとしていたのかみたいな感じでね、確実に喧嘩になるから、この事実は墓まで持っていかなければいけません。ということで、まずは第1話準備完了から見ていきましょう。もう全てのお膳立ては完了したと。これでラト君を確実に安全に助け出す。まあでもこれをすることによりフィンレイ様のもう公認で別に地下に閉じ込める必要はなくなるだろうから、一番いい助け方だったんじゃないのかなって気もするが、ローブに着替えた俺は自室で出発を待っていた。ムーはみんなの出発準備を手伝うと言ったっきり部屋に戻ってきてはいない。俺はラトのことを考えながら一人で部屋で過ごしていた。お、誰で？どうぞ。アルジェ様。お夕飯。失礼いたします。そのローブ絶対目立つと思うんだ俺。大丈夫？おや、もう準備はできていらっしゃるみたいですね。そのローブ姿、いつ見てもお似合いです。素敵です。気品あふれるお姿、とても素敵ですよ。ありがとう。出発の準備が整いましたので、参りましょう。はい。荷物は私がお待ちしますね。いつもいろいろしてもらってごめんね。ほんと有能な羊たちだよ、まったく。いえいえ、羊として主様をお支えするのは当然のことです。主様。主様のお力になれることが使用人である私の幸せ。どんなことでも何なりとお申し付けください。ありがとう、ユーハン。ほんと助かってる。では参りましょう。ん？俺とユーハンは馬小屋に向かうと、すでにベリアンが待っていた。しかしルカスの姿は見えないようだ。ベリアンさん、今ちょうどフィンレイ様とはね、秘密の会議してるからじゃない？主様をお連れしました。ベリアンさん、ありがとうございます。ユーハンさん、ありがとうございます。ルカスはまだ来てないの？どうしたの？どこいたの？はい、準備のために少し出かけてくるとおっしゃってまだ戻られていなくて。申し訳ありません。すみません、主様、もう少しお待ちいただけますか？わかった。ところで、やはり馬車ではなく馬で移動するのですね。はい。ええ、今回の作戦はグロバナー家にもサルディス家にも気づかれてはいけませんからね。ちょっと待って、主様ことシュウヤン、乗馬スキルあるの？主様は乗馬の経験は終わりですか？案の定質問された。あるよ、あまり、一応あるよって言っとく。見え張っとこうか。さようでございますか。今回は森の中を移動することになるでしょうし、場合によっては馬を走らせる場合もございます。主様、執事の誰かとお乗りになられた方がいいでしょう。それは確かに。そうしてもらえると嬉しい。そう言うなら、いや、もうそうしてもらえると嬉しいで。では道中は3人で交代しながら主様をお乗せしましょう。休憩を挟むタイミングで交代するというのはどうでしょう。いいね、それ、馬にも優しい。そうですね、いいと思いますよ。主様。主様もそれでよろしいでしょうか。うん。お、この音はルカスかな。だね。どうどう、ルカス。あらら、ルカスさん。ルカスさん、お待ちしていましたよ、ルカスさん。すまない、少し準備に手間取ってしまって。すみません。お待たせして申し訳ありません、主様。大丈夫だよ。今道中の移動について話していたところです。はい。私たち3人が交代で主様を馬にお乗せすることになりました。ありがとう。そうか、ありがとう。じゃあ、あとは私が荷物を取ってくれば出発できるね。ルカス様。ラムリが。ん？この声はラムリ君？ルカス様の旅の荷物を持ってきました。ベッドの上に乗ってたこのカバンでいいんですよね？ごめんね。ああ、わざわざごめんね。ちょうど取りに行こうと思ってたところだったんだ。いえいえ。それにしても、いつもの荷物よりちょっと重かったですけど、何か衣装とか食べ物とか詰め込んでいるんですか？そんなことはないはずなんだけど、ムーだ。絶対ムーが入ってる。そうですか。
じゃあなんで重たく感じたんだろう。絶対ムーがいる。あ、もしかして誰かお弁当を詰め込んでくれたとか。なるほど。まあ今は中身を確認している時間も惜しいし。ありがとう。このまま持っていくよ。ありがとうね、ラムリ君。はい。絶対ムーがいる。はい、気をつけていってくださいね、主様。実際ラムリーじゃねえや、ムーがいないと多分悪魔化の解除ねしづらい気もするしな。主様もどうか無事に帰ってきてください。うん、行ってくるよ。じゃあね。ラトッチのことよろしくお願いしますね。必ずみんなで帰ってくるから頑張ってくる、主様。それでは主様、まずは私の馬にお乗りください。私は軍で馬の扱いに慣れておりますので、どうかご安心を。そうだね。さすが元軍人だね、頼もしいよ。では。それでは夕飯さん、主様をよろしくお願いします。承知いたしました。はい。さあお手をどうぞ、主様。ゆっくりでいいですからね。ありがとう。よしよしよし、これもどん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 ラト救出作戦が進行していってる。もう早く救出してあげて。今この瞬間にもずっと実験させられてるんでしょう。憂鬱すぎる。しばらくして、俺たちは馬に乗り森を進んでいた。俺は夕飯と二人で馬に乗っていたが、馬の扱いに慣れているというだけあってとても快適な乗り心地だった。だいぶ先に進んだね。そうですね。この辺りで少し馬を休ませましょうか。そうしよう。少しお待ちくださいね。では主様、馬を止めますのでそのままお持ちください。そう言うと夕飯はさっと馬を降り、俺の前に手を差し出した。イケメン、私の手をお取りください。ゆっくりでいいので気をつけてお降りくださいね。ありがとう、主様。イケメンがすぎるぜ。まったく。こちらの敷物の上にお座りください。少々お待ちください。すぐお飲み物をお持ちいたしますね。みんなも休んでね。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。数分後、おっと、まだムーが出てこないな。そろそろ飛び出してきそうな気がしたが、今のところ予定通りに進んでいますね。この調子でいけば深夜にはメイメイの町に着くだろう、主様。まだまだ長い移動になりそうですので、ご気分が悪くなったり体調が優れない時はすぐにおっしゃってくださいね。大丈夫。さて、次に主様を乗せるのは私でいいかな。そうですね。休憩ごとに交代するという話でしたから。では。それではルカスさんの荷物を私の馬に。おや、だいぶ重そう。確かに少し重たいですね。そういえばラムリ君もそんなこと言ってたっけ。特別何かを入れた覚えはないんだけど、ちょっと確認してみようか。どれどれ。あ、どうなさったんですか。ムーちゃん、やっぱりムー。絶対入ってると思ったもん。バレちゃいましたね。ムーちゃん、どうしてルカスさんの荷物の中に。すみません。ラトさんが悪魔化しちゃうかもって思ったら、なんだか胸がそわそわして、いても立ってもいられなくなったんです。それでつい荷物に紛れ込んでしまって。ムーちゃん、まったく君って子は。すみません。勝手についてきて本当にすみません。ですが。でも皆さんの邪魔はしませんから。なるほど、わかりました。ついてきてしまったのは仕方ありませんし。そうですね。ここから屋敷まで帰ってくださいなんてかわいそうですからね。お、びっくりした。あ、ベリアン結構きつくって思った一瞬。ムーちゃん、ムーちゃんも一緒に行きましょう。ありがとうございます。優しい。メイメイに着いたら人前で喋っちゃダメだよ。喋る猫って相当目立っちゃうから気をつけます。僕は主様の飼い猫という設定で演技をしますね。怪しまれないように僕ちゃんと猫のふりをします。バレないように気をつけよう。そうだな、まず服脱がす。目立ちそうじゃない。はい。じゃなかった。猫のふりだから。にゃー、かわいい。演技をするのはメイメイの町に着いてからで構いませんよ。これで7人になったわけですか。かなり大所帯。
当初の予定では5人だったのに、ベリアンさんとムーちゃんも増えているなんて。先で待っているフルーレさんが驚きそうですね。うん、そうだね。ではそろそろ準備をして出発しましょうか。主様、私の馬へどうぞ。うん、よろしくね、ルカス。うん、でもルカスは一体本当何を企んでんのか。ルカス・ベリアンが結構危険人物だな、案外。ではムーちゃんは私の馬に。ずっと荷物の中で窮屈だったでしょ。はい。振り落とされないようしっかり捕まっていてくださいね。ありがとうございます。かわいい。お腹の中にしまうのかな。絶対かわいいやつやんそれ。クローズ。第3話、メイメイの街。さらに数時間後、ほいほい。東の大地に入り、目的地の町へ近づいた俺たちは、誰にも見つからないよう町から離れた場所で馬を降り、徒歩で森を進んでいた。あの、さあ見えてきましたよ。あそこがメイメイの町です。とても静かだね。だね。はい。メイメイはエスポワールと違い大きな町ではありませんから。そうですね。夜に開いているお店もほとんどありませんし、住人たちはみんな眠っているのでしょう。はい。すでに宮地たちが潜入しているはずです。まずは彼らと合流しましょう。ただし住民たちに警戒されないように。うん。ドキドキしてきた。ガサガサ。その時近くの茂みからこちらに何かが向かってくるような音がした。し、誰かこちらに歩いてきます。えっともしかしてサルディス家の兵士さんでしょうか。うん。あ、いえ、その可能性は低いと思います。巡回するほど警戒しているなら町に見張りの兵士が立っているはずですが、ここから見る限り見張りの兵士は見えませんから、つまり巡回ではないと思われます。うん。となると町の住人でしょうか。しかしこんな時間に。誰？知り合い？皆さん息を潜めて。おい、フルーレ、もしかもしっかりおめかししてる。そこにいるのはルカスさんですか？フルーレ？もうちゃんと変装用の衣装も用意してるよ。主様、イケメンすぎて目立ってる。来てくださったんですね。お待ちしていました。なんだ、フルーレさんでしたか。思わず警戒してしまいましたね。僕もドキドキしました。あれ、ベリアンさんとムーも一緒？うん、いろいろと事情があってね。なるほど。そうなんですね。フルーレさん。それにしてもフルーレさん、その格好は？うん、変装だよ。悪魔羊だとバレないようにね。へえ。まるで東の大地の人みたいですね。よく似合っています。ありがとう。そう？ありがとう。ってそんな話は後。みんな俺についてきてください。俺たちが泊まる宿はこっちです。宮地さん大丈夫？落ち着いて待ってられてる？しばらくして。俺たちはフルーレの案内で街中の宿にやってきた。フルーレが窓の外を慎重に見渡している。外に人の気配もないし、誰かがつけてきている様子もない。なんか有能なスパイしてる。ふう、無事に街への潜入は成功ですね。うん、なんとか無事についてよかった。お疲れ様でした。長旅お疲れ様です。ありがとう。みんなこそお疲れ様。主様、お風呂を沸かしているのでぜひお使いください。言うの、あの、長旅でお疲れでしょうからゆっくり入ってきてくださいね。ありがとう。後でいただくね。ありがとう。フルーレ君、それにしてもこんな大きな宿よく見つけたね。はい、偶然空いててよかったです。うわー、なんか怪しい。その偶然ちょっと怪しくない？あの、そういえば宮地さんはどちらに？宮地先生はそのいても立ってもいられなかった。今は彩花の監獄の近くに行っています。監獄の中で何か起きた時にすぐ対処できるようにと。なるほど、そうなのですね。もうすでに限界態勢入ってるね。もういつでもラトの悲鳴が聞こえた瞬間飛び込もうとしてるよね。夜の間はずっと見張ってるって言ってました。
それは無理をして体を壊さないといいんだが。だけど。けど宮地先生のことは俺に任せてください。宮地先生のことは俺が気にかけておきますから、こういう時こそ俺が支えなくちゃ。フルーレさん。フルーレ君は本当に頼もしくなったね。そうですか。俺なんてまだまだですよ。あのさあ、ほら皆さん、今日はゆっくり休んでください。はい。今夜は俺と宮地先生で交代で見張りますから。あの、それでしたら私も協力しましょう。いえ、今日は皆さんお疲れでしょうし休んでください。そうですね。その代わり明日はお願いするかもしれないので、その時はよろしくお願いします。そうですか。ありがとうございます。ではお言葉に甘えさせていただきます。こうして俺たちはひとまず宿で疲れを癒すことになった。 OKOK。 まずは疲れね、しっかり取らないとね。最近夏バタで修也もとても疲れている。クローズ。あれ、なんか結構穏やかな BGM 流れてる。聞こえる鳴き声。え、フルーレ、どうしたどうした。うふふ、まだ眠いよって。主様、朝ですよ、起きてください。おはようございます。主様、おはよう。え、おはよう、フルーレ。あの、昨夜はぐっすりお休みでしたね。だいぶお疲れだったみたいで。みんなは。はい。朝食の準備やお部屋の掃除をしています。ほんと有能な執事たち。主様もお着替えをいたしましょう。なんかラトが誘拐されてるとは思えないぐらいには穏やかな BGM が流れている。俺はフルーレから渡された東の大地の衣装に着替えた。素敵です。とてもお似合いですね、主様。やっぱり主様にはこの色とデザインが似合うと思ったんですよ。あ、そうです。どうしたどうした。あの、変装なので今日は髪も少しアレンジしてみましょう。イケメンにしてくれ。少しして、よし、こんな感じかな。うん、すごく似合ってます。この髪型なんだか新鮮ですね。いつもの主様っぽくないですが、ちゃんと似合っていて自然な感じで衣装とも馴染んでいる。そうですね。演奏としてはバッチリだと思います。ありがとう、褒められてるよ。もう褒め上手なんだから、フルーレは。ヘアセットは花丸さんの方が上手だと思うんですけど。そうなの？俺も人よりちょっとくらいならできるので。気に入っていただけたみたいでよかったです。では。なんか意外な特技聞かされたな、花丸の。それじゃあリビングに向かいましょう。オッケー。花丸ヘアセット得意だったんだ。まあでもあの髪型な、かなりの技術がないと維持できないよな。扉を開けるとリビングで執事たちが出迎えてくれた。おはようございます。かっこいい。主様。これ編み込んでるのいいな、みんな。その衣装とてもお似合いですね。素敵です。あ、夕飯。なんか悪そう。なんか中国マフィアみたいな感じ。髪型も素敵です。あ、かっこいい、ルカスさん。なんかちょっとワイルドな感じになってる。きっとお似合いだと思っていましたが、ここまでとは。いや、ルカスさんもだいぶ似合ってるけどね。なんか青ひげ生やしたらすげえ風格が出そう。3人ともすごく似合ってる。ルカス今回ピカイチでかっこいい。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。主様、一人すっぽんぽん。あそこは猫のふりしなきゃだもんな。本当に東の大地の人みたいです。それに比べて僕は裸だね。なんだか首輪姿懐かしい。そうだよな、基本服着てるからな。なんかちょっと卑猥なもの見てる気がしてきた。だってムーは飼い猫って設定なんでしょ、なら首輪だけの方が自然だし、今回はそれで我慢してね。はい、わかりました。僕は主様の飼い猫になりきって見せますね。うん、にゃーおって言ってみろ、にゃーおって。おはようございます。かっこいい、主様。時だけ色違いだし。大丈夫、ちゃんと寝てる？宮地、おはよう。申し訳ない。昨日は挨拶ができなくて申し訳なかった。気にせず。夜中に主様の部屋を覗いたんだが、ぐっすり眠っていてね。ありがとう。来てくれてありがとう。主様。主様がいてくれたら安心だ。絶対にラトを助けよ。本当だよな。ああ。必ず。ね、これね、ラト視点がね全く来ないからね余計怖い。朝食を終えると
フルーレと宮地がここまでの調査の結果を報告してくれた。皆さんが来る前に俺と宮地先生で町の人に聞き込みを行ったんですが、やっぱりラトは彩花の監獄にいるということで間違いないようです、先日グロバナー家の馬車がこの町を通ったのを見たという人がいました。馬車が通った日付を確認したところ、ラトが護送された人も一致します。そうですか。それから町でとある噂を耳にしたんだが。噂？一体何？彩花の監獄の近くの森ではたまに子供の泣き声が聞こえるらしい。町の住人たちはそれを幽霊の仕業だと言って怖がっているようだ。それってまさか。確かサルディス家は実験体として子供を利用しているんだったよね。それは、その子供の泣き声というのは実験体として運び込まれた子が泣いていた声なのかもしれない。最悪。なるほど、ラトさんがこの町を通ったという事実、そして監獄近くの森から聞こえる子供の泣き声、はい、これで推測が確信に変わりましたね。はい、彩花の監獄では今もなお人体実験が行われている。そしてその人権体としてラト君は捕まってしまった。ありがとうございます。有力な情報ありがとうございます、宮地さん、フルーレ君。あとはラトさんを救うだけですね。しかし、ただラトさんを救うのは悪魔化して監獄の中で暴れている最中ですよね。ラトさんが悪魔化するタイミングなんてわかりませんし、あの、今この瞬間も見張っていないとまずいのではありませんか。うん、確かにユーハン君の言う通りだ。だから私たち執事が交代で見張りに立とう。はい、2人ずつ3交代制で見張るのがいいでしょうね。はい。なんかそろそろ絶望してるラト視点来そうだな。憂鬱。ただこれはあくまで私の推測だけど、ラクト君が悪魔化してしまうとしたら、あ、満月か、今から3日後、満月の夜が可能性が高いと思う。満月、そうですね。ラトは満月の夜は心が不安定になってしまいます。満月の夜のラトは過去のトラウマが蘇っているのか、とても苦しそうで見ていられない。それなのにトラウマを植え付けられた場所で満月を迎えるなんて。ラト、早く迎えに行ってあげたい。本当は満月の前に助けられたらよかったんだけど。すまない、私が嘘の情報をつかまされてしまったばかりに。もう謝るのはやめにしましょう。はい、今はラト君を救い出すことに集中しなくては。うん、そうだね。ではさあ、まずは見張りの順番から決めましょうか。話し合いの結果、朝から昼まではベリアンとムー、夕方から深夜までは宮地とフルーレ、夜中から朝方まではルカスとユーハンというペア分けに決まった。ああ、でもこういう見張りのおかげ、あれか、なんつうんだろう、見張りの人数がうまいこと調整できるから案外ベリアン来てくれてよかったかもな。まあ、ムーとアルジ様は部屋でお昼寝。しょうがないね。おいおい、まだラト視点来ないの？宮地のカット。そうなるわな。夕方。宮地さんめっちゃ苦しんでんじゃん。そろそろ交代の時間だね。主様。では主様、俺たち行ってきます。行ってらっしゃい。俺も一緒に行っていい？一緒に行く？え？俺も手伝いたい。やる気満々だね。主様。わかった。じゃあ一緒に来てくれるかい？ありがとう。これちょうどこれじゃない、アルジ様が出たタイミングで本当に暴れ出しちゃうんじゃないか。でもまだ満月じゃないから無理か。俺は宮地とフルーレに連れられ最古の監獄近くまでやってきた。ベリアンとムーと交代し、俺たちが見張りの番となる。アルジ様、あの茂みの奥を見てくれ。あそこが最古の監獄だ。少し近づいてみるかい。うん。悲鳴聞こえる？いや、もうほんと不気味。
そこに広がっていたのは言葉を失うような光景だった。闇のように真っ黒に染まった湖。その湖の周りには一切の植物が生えておらず、生き物の気配すらしない。まるで崩壊した終末世界を体現しているかのようなおぞましい場所だった。いかがかな。初めて見た感想はどうかな。恐怖を感じる場所だね。不気味な場所だね。恐怖を感じる場所だね。そうか。私も同じような感覚を覚えたよ。湖の中に浮かぶあの建物のどこかにラト君がいる。あの中にラトが。建物周辺にはサルディス家の兵士が立っているのが見える。巡回している兵士もいて、かなり警備は厳重そうだ。見張りの兵士に気づかれずに入るのは至難の業だろう。そんなことを思いながら建物を見ていると、ふとあることに気がついた。何？最下の監獄と呼ばれるその建物はいくつかの建物で構成されているが、その一つ一つに統一感がないのだ。え？屋根の形や建物の外観、そして少し見えづらいが外壁の色まで違っている。まるで長い時間をかけて建物が増築されていったかのような、そんな印象を受けた。継ぎ足し継ぎ足しでどんどんでかくしてったってこと？主様、どうかしたのかい？え？主様？何か考え事ですか？実は…え？その気づきが何かのヒントになるの？もしかして。そして俺は思ったことを二人に話した。え？建物の統一感ですか？確かに言われてみれば。なるほど。実は私もそのことについて気になってはいたんだ。そうだね。主様の言う通り、あの建物は増築を繰り返していると見て間違いなさそうだね。だが一体なぜ。俺もよくわからない。それはやっぱり人体実験をするための場所を確保するためでしょうか。昔に比べて数は確保できるからどんどんでかくしてったってこと？だとしてもおぞましいな。あとは罪人を収監する場所の確保とか。どれも否定できない理由ばかりだから何とも言えないね。監獄の中を調べれば何か昔の資料が残っているかもしれないし。ああ、きっと私たちの疑問を解消する答えが見つかるだろう。そうだね。それからあの黒く染まった湖についても何か情報は残っているといいんだが、やはりあの湖周辺だけ生き物の気配が全くしないのは何か理由があるからだろうね。うわ、もう最悪じゃん。もう毒素とかなんかそういうの流れてるんじゃない？もうそれだけやばい監獄ってことでしょこれ。ラト君を救出した後にもっと詳しく調べた方が良さそうだ。そうですね。かなりやばい場所なんだね。少しして子供人体実験に使ってる時点でやばいが、日暮れ後の森の中は深い暗闇に包まれている。空を見上げると大きな月が闇を照らしていた。満月まであと3日か、うん、ラト君すまない。必ず君を助けると約束したのに。宮地先生、私は今すぐにでも監獄に乗り込んで彼を助けてあげたい。彼が今どんな目に遭っているのかと想像するだけで胸が張り裂けそうだ。なぜ悪魔化させなければならない。こうして近くまで来ているのにどうしてすぐに駆けつけてやれないんだ。それは。ああ、分かっているよフルーレ君。私がここでラト君を助けに行けば大勢の人々の命を巻き込んでしまうかもしれない、うん、だから悪魔化を待たなければならない。それは。それが世界にとって一番リスクの少ない最適解だから、うん、頭では全て分かっているんだ。私は。だが私はそのためにラト君の命を危険にさらしたくない。大事な家族を傷つけたくない。宮地先生。はあ、昔から少しも変わっていないな。
お、これ宮司さんのここへん。なぜだルーカス、なぜ彼ではなくこの私を助けた。く、宮司、話してくれ、苦しいよ。宮司さん、やはりここに。落ち着いてください。止めるなベリアン。ルーカス、答えろ、なぜ私を助けた。彼の若い命を犠牲にしてまで、なぜ。それは、それが一番合理的な選択だと思ったからだ。合理的だって。ああ、そうだ、これが昔揉めた原因か。確かに亡くなった彼の方がずっと若い。だが彼は医者じゃない。君がいなくなってしまう方がデビルズパレスにとって大きな損失なんだ。だから彼には申し訳ないが、君を救うための犠牲に。まあでもルカスの言ってることも間違いではないって思うし、宮地の言いたいことも間違いじゃないって思えるんだけどな。難しい問題だよなこれ。私は感情的な人間だ。情に流され判断を見誤る。ルカスとは大違いだ。私もあいつのようになれたら、いついかなる時も冷静に、生かすべき命とそうでない命を情に流されることなく判断できたなら、こんな風に苦しむこともなかっただろう。自分の無力さ、惨めさに絶望することもない。宮地先生、そんなに自分を追い詰めないでください。フルーレ君。宮地先生。宮地先生は無力なんかじゃないです。惨めだとも思いません。俺は。ルカスさんと過去に何があったのか、詳しいことは知りませんけど。はい。宮地先生は宮地先生の考え方で間違っていないと思います。あの。だって、宮地先生がいなかったら、今のラトはいなかったんじゃないですか。屋敷に来たばかりのラトは誰も信用してなくて、かなり危険な存在としてみんなからも扱われてたって聞きました。協調性もなくて勝手に一人で行動するし、血の気も多いし、これは想像ですけど、ラトと関わるのを嫌がる執事だって当時はいたと思います。だってラトと関わるリスクに見合うメリットなんて何にもないんですから。だけど宮地先生はラトを見捨てなかった。むしろ宮地先生だけがちゃんとラトに向き合った。うん。だからこうして今のラトがいるんです。うん。まあ今でもちょっと常識外れなところはありますけど。はい。執事のみんなともうまくやれてるし、ラトのおかげで救われた命もたくさんある。宮地先生。宮地先生は間違ってなんかいません。もういい子フルーレ本当。それだけはどうか忘れないでください。フルーレ君。ありがとう。すみません。ちょっと熱くなっちゃって。謝らないでくれ。確かにフルーレ君の言う通りだ。そうだね。私の手で救うことができた人もちゃんといる。そのことは忘れないようにしよう、しないと。だが。ただ、私は自分が無力でどうしようもない人間だと自覚している。私は。だって、感情に流され、全ての人を助けることにこだわり、この手で救えるはずだった大勢の命を私は見殺しにしてきたんだ。そんな過去がありながら、それでも私はルカスのようにはなりたくない。救う価値のある命とそうでない命、二つを比べて一方を切り捨てるなんて、そんなこと私にはできないし、したくもない。矛盾したことを言っているだろう。いやでもそれが宮地先生の優しさだし、らしさだと思う。もう貫き通してほしい。だから私はどうしようもない人間なんだ。多くの命を救うには自分がどう変わればいいかも全てわかっているのに、自分の感情や価値観を捨てられずにいる。本当に自分が嫌になるよ。そう口にした宮地はすごく悲しい目をしていた。宮地は本当に自分のことを嫌悪しているのだろう。宮地と話していると自分という存在に価値を感じていないのだろうと思う時が多々ある。その理由が少しだけ分かった気がした。すまない、急にこんな話をしてしまって。ふん。
フルーレ君もすまない。せっかく優しい言葉をかけてくれたのに、それを否定するようなことを言ってしまった。いえ、ああ。少し頭を冷やしてくるよ。ねえ。すぐに戻ってくるから、少しだけここを任せてもいいかな。はい。行っちゃった。そこのバッチ湖で洗うねよ。さすがにそこまで嫌なんか。俺は歩いていく宮地の背中をそのまま見つめることしかできなかった。もう悲しすぎるんですけど。ラト君、私は悪魔化した君と戦うことになるのだろうか。君を救うためとはいえ、私は君に武器を向けたくないよ。やだよな、守ってあげたい人間をわざわざ危険な目に遭わせるってのがな。もう絶対これ、この作戦ね、ルカスさんのこの作戦、宮地さんにバレたら、もう一生だよね、和解することはないだろうな、あの二人。はい。ということで、一旦区切りがいいんで、ここまでとさせていただきます。次回は、ラト救出そろそろ入るのかな？まだかな？あー、拒絶。もうこれ多分、ラト目線来ますね。それでは一旦終わります。シアンでした。もう、はてなはてなはてなだもん。